韓国国内の機密管理に問題があるのは皆さんご存知でしょう。今回、マラ同型輸送艦が襲撃、詳しく見ていきます。もう知っているという方はスルーしてください。実は、F-35B 戦闘機については、米国でも動きが起きていますが、韓国の F-35A 戦闘機は24時間体制で監視されています。やっぱり信用されていませんね。2021年6月末に、韓国で、独都旧強襲揚陸艦の2番艦となる、マラドが襲撃し、1番艦が2007年に襲撃して、14年を経たこともあり、同型艦であるが、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっており、今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく説明していく。マラドの性能は、満載排水量が1万9000トン。全長 199.4m、全幅 31.4m となっており、これは、独島よりも、満載排水量が約500トン、全長で、約 15m ほどの船体の大型化を成功させたといえる。この、独島から、マラドに至る14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀、航空母艦化改修を施すことが決定したことを公表し、韓国もこれらに対抗したかったようだ。なぜなら、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されており、一部では、海自の、出雲、加賀、と、同様に、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も噂されているからだ。マラドの飛行甲板への耐熱処理加工は、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応でき、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性も備えているレベルだろう。しかし、排気熱に耐うる耐熱塗装技術を韓国が有していないことや、そもそも、徳島級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことは世間に知られている。また、耐熱加工以前の問題で、マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されていないし、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に厳しいだろう。ある意味特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行兜。板の強度、耐熱加工、エレベーターや収納スペースの構造を考えれば、全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は困難だということも明らかである。対して、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から、F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定しており、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも少なからず当たっていた。しかし、日本政府の見解では、憲法上保有できないものは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないと言っている。自衛隊は軍隊にあらず、他国から見れば、摩訶不思議な政治的命題に絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも、非常に面倒な理由付けを避けることができない。韓国のマラドに話を戻して、1番艦のドクトは、強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と、呼称されており、これは中国に対する配慮だと言われている。韓国メディアは、1番艦の独島や2番艦のマラドを航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的観点からしても、航空母艦の保有に日本のような意味での否定はされていない。
あくまでも、韓国の最大の仮想敵国は、一時、休戦状態の北朝鮮なのに、地続きの同国に対して、航空母艦を保有することは、有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も多い。このような意見は、韓国の地理的、軍事的状況を考えた場合には正論であるが、多くの世論は、日本が、竹島を軍事力で奪還しようと目論んでいると思っており、その対策に、空母を準備したのだろう。日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定後、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという話になって、世論の政党支持率を高めるために、現文政権が半ば強引に推し進めているようにも見えるのだが。そして、韓国は、マラドに続く徳島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでに、ペンニョンドと命名して、建造計画を推進しており、それが現在本格化している。韓国初の軽空母と言われているものだ。この軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクとマラドの2隻の徳島級強襲揚陸艦を建造した、阪神重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が、名乗りを上げていることだ。前述したように、徳島級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造の、ノウハウと技術を積み重ねてきたと言っている割には、注目の大事業にもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは摩訶不思議と感じる。どちらにしても、韓国だけの技術で航空母艦建造が困難であるため、現代重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、大油造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が、それぞれ支援を実施することになっている。軽空母計画の概念設計に関しては、現代重工業者の案で進めることになっており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式になると推測される。2021年5月に、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスが出航後、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた、どのようなアピールがあるのかは、興味がある。一方の大油造船海洋社とフィンカンティエリ社の共同は、徳島級強襲揚陸艦より、艦艇の船体をコンパクト化し、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも言われている。イタリアのフィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に収益予定で偽装中の異国海軍強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816 トンで、韓国構想の軽空母よりも若干少なく感じる。強襲揚陸艦トリエステは、全長245メートル、全幅47メートルと、比較的コンパクトであるが、それでも艦載機はヘリコプターとF-35ライトニング 2B 型の合計で、最大20機ほどの収容可能となっており、航空機の運用能力も高い方だ。しかしで、浮造船海洋社、フィンカンティエリ社の案には、ヒュンダイ重工業社、バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。客観的に見ても、クイーン・エリザベス級航空母艦を若干コンパクト化した、ヒュンダイ重工業社、バブコック社案よりも、大油造船海洋社、フィンカンティエリ社案の方が現実的な気はするが、今後の進展を楽しみにしておこう。